FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 東貴博さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。火曜パート内席スタート山崎圭です。はい、まず電車に関する情報です。うん、東北新幹線と上越新幹線と北陸新幹線が停電の影響で午前10時頃からそれぞれ運転を見合わせています。JR 東日本によりますと、架線が垂れ下がっている箇所が確認されたということです。運転見合わせの区間は、東北新幹線が東京駅と仙台駅の間、上越新幹線が東京駅と越後湯沢駅の間、北陸新幹線が東京駅と長野駅の間のいずれも上下線です。このうち東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間で、上越新幹線は越後湯沢駅と新潟駅の間で、北陸新幹線は長野駅と金沢駅の間で折り返し運転を行っています。 JR 東日本によりますと、運転再開の見通しは立っておらず、再開までに相当の時間がかかる見込みです。ご利用の方はご注意ください。ということで、ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。今日はあの高田純次さんの散歩の番組あんじゃん、朝純散歩、純散歩見てて、航空自衛隊かなんかに行って、その戦闘機みたいのがこう昔のやつが置いてあって、そのなんか昔のやつですよ、戦闘機、マッハのスピードが出るやつで、この東京から大阪まで9分で、本当にびっくりしちゃった。本当、今じゃなくて、あ、だから昔のスピードでだよ、マッハの、マッハってなんかすごいなと思って、マッハなんだね、本当に、ね、東京大阪9分で行くんだって、それに乗って、じゃあアメリカまでさ1時間かかんないね、1時間かかんないのかな、わかんないよね、1時間かかるか、でも静岡まで1時間かかるだろいや、わかんないけど、アメリカまで一瞬でわかんないけど、でも、静岡まで多分 2,3 分で、そうですね、静岡までマッハのやつでは行かないでしょ。すごいよね。だってヘリだってめちゃくちゃ速いっていうもんね。ああ、そうなんだ。やっぱ空で行っちゃうのが一番やっぱり速い、桃鉄と同じだ。まあそうだね。桃鉄と同じだ。桃鉄もヘリだなんだとであるからね。びっくりして、なんかちょっとテレビ、釘付けになったもんね。って。9分なんだ。すごい G かかるんじゃないだろう。そうでしょうね。すごいよね。ね、パイロットは。びっくりしましたけどね。そう。あの、新幹線、大丈夫だったの、はい、そうですね。私、この前、おとといぐらいまで青森に旅行で行ってまして。うん、危なかったですね、今これ止まっちゃってるから。停電だった、帰れなくなっちゃった。今日はね、停電なんです。新幹線で行ったんですか？新幹線で行きました。まだ子供が7ヶ月なんで、飛行機はちょっと厳しいかなと思って、旅行で行ったんですけど、ちょっと予定が、夫婦で4日ぐらい休みがかぶってたんで、どっか行こうってなって、青森にずっと行ってみたかったんですよ。なんで？なんで？青森って行きたいよね。なんでって本当は、何？奥入瀬渓谷とかに行ってみたかったんですけど、ただ雪でちょっと時期的に厳しいんで。うん、冬にね、青森行くってなかなか。あと三内丸山遺跡にも行ってみたかったんですよ、ずっと。縄文時代の、そこ有名なんかこの木のこういう塔みたいの立ってるとこ知らないですか？知らない。あ、知らないですか？わかんない。そこにすごい行ってみたくて。で、じゃあちょっと雪の状況によって遺跡は行けるけど、ちょっと奥入瀬渓谷はまあなしにして、まあ寒い時に寒いところに行くのを楽しもうみたいな感じで、で、ストーブ列車に乗るのもメインの結構イベントにしてた。ストーブ列車？そう、なんかテレビとかでたまに見たことないですか？昔の感じの電車の中にストーブがあって、そうで、ストーブの上でこうスルメを焼いて、で、駅の、なんつうか、駅員さんっていうか、車掌さんみたいな人がこう、スルメをこう、軍手でこう、裂いてくれて、それと日本酒を飲みながら、こう、雪景色の中を、ストーブの電車が走っていくっていう。それいいね。そう、その雰囲気あって、そう、だからもうそれをもう、メインというか、冬っぽい感じでっていうことで、行ったんですよ。いい、すごくいい旅行。そう、でも意外と結構観光客の人とかいて、で、切符買うところでこう並んでたら、なんか、結構時間がどんどん迫ってきてるのに、一人一人すごい時間かかってて、全然進まないんですよ。で、私の前の人が、もうちょっと初老のまあご夫婦だったんですけど、なんかすごい戸惑ってて、どうしたんですかって聞いたら、乗車券は持ってるから、指定席券だけ欲しいって、なんか、そのストーブ列車に乗る前の段階の電車に乗る時だったんですけど、言ってて、ああ、じゃあこうやるんですかねみたいな感じで、私と私の後ろのお兄さんと二人でやってたんですけど、
あれなんか金額が、その指定席券だけにしてはちょっと高いなってなって、あれどこで間違ったんだろうってなったら、今度もっと後ろのお兄さんが前に出てきて、あ、これはって言って、こうです、こうです、こうですってやってくれたんですよ。で、これでいいですかってなって、パッとそのお兄さんがその初老のご夫婦のチケットを見たら、大人の休日クラブって書いてあったんですよ。なんかその、JR の何かやってるやつ。あれこれ持ってるんですか、うんうん、だって、そしたらそのお兄さんがすごい鉄道詳しい人で、うん、あ、これ持ってるんだったら、指定席何回使いましたって言ったら、うん、今4回かな、あと2回使えるんで、これで指定席券追加なしで買えますって言って、ちょっと待ってください。ピピ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 ピ。これで大丈夫ですって言って、もうお金なかからずに、その大人の休日クラブの券を使って買ってたんですよ。すごい。で、さらにその、あの、ご夫婦に、うん、これはね、すごい難しいんで、できなくて当然です。わかりにくいですよねっていう言葉までかけてて、めっちゃ優しいし、なんかかっこいいと思って、うん、で、次、うちらの番で普通に切符買って、うんうんうん、で、こっちにずれたんですよ。そしたら私の後ろにいたのが今度中国の方だったんですよ。で、中国の方も、って悩んでたら、そのお兄さんが中国語で対応したんですよ、この中国語も喋れんの？そう！すっかっこいいと思って、ね。何者なの？わかんないんですけど、なんか中国語でこれはこうやってやって買いますって言って教えてあげて、あの、コミュニケーション取って全員並んでる人時間間に合って、すごいお兄さんと、そのお兄さんのことでも知りたくて、ちょっと気になっちゃったんですけど、まあ、それで一旦、まあ、みんな無事に電車乗って、そこから乗り換えして、ストーブ列車に、あの、乗り継いだんですよ。そしたら、まあまあ人いたんで、その車掌さんみたいな人が、あの、お荷物は棚の上にあげてくださいって言ったんですよ。そしたら、あの、私は、あの、子供を抱っこしてたんですよ。で、夫が、ベビーカーと荷物を持っているはずだったんですよ。ん？うん。そしたら、あれ荷物は？って言ったら、はっ！って言って、その一個前の電車の網棚に乗せたまま。テンション下がるなぁ、それ。もう、いってなっちゃって。もう乗り換えちゃった。もう乗り換えちゃって、えっ？ってなって、で、その乗り換える前の電車は秋田行きの電車だったんですよ。うわぁ。網棚に乗せちゃうから。なって。で、どうするってなったんですけど、今もう駅の電話番号とかってオープンになってなくて、その JR のお問い合わせセンターみたいなとこしか出てないんですけど、そういうとこってね、まあ繋がらないんですよ。で、どうしようってめっちゃ凹み出して、どうするどうするつって、うわーとかって言ってたら、そのあの、イカ咲いてくれてる、あの、女性の車掌さんみたいな方が、どうしましたって声かけて、その、どうしようって声聞いて、じゃあ、とりあえずここの駅に電話してくださいって言って、駅の直通の電話番号教えてくださったんですよ。で、駅に電話したんですけど、一旦、秋田まで荷物は行っちゃうと。で、あの、着払いでご自宅にお送りするか、秋田に取りに来ていただくしかないですって言われたんですよ。そうだね、そりゃ。まあ、しかよと。しかも、3泊4日の旅行の2日目だったんで。ベビーカーでしょ？ベビーカーだけ持ってたんですよ。ベビーカーだけ持ってて、はい、それ以外の。だけど、もうちっちゃいバッグは持ってたんですけど、貴重品は入ってたけど、着替えとか。着替えとか、子供のミルクとか、全部リュックで入ってて。それも大事だからね。で、本当はそのストーブ列車に乗って、途中下車して、なんか、太宰治の聖火とかもあったんですよ。斜陽館っていう。そこを見て、あの、帰ってくる予定だったんですけど、もうストーブ列車行って、とりあえず帰ってきて、で、その日、そのなんか、夫婦二人だったら、もっと行き当たりばったりの計画でもよかったんですけど、子供がいるから、もちろん、ホテルも取ってるし、そうだね。だから、一旦秋田に行って、帰ってこなきゃいけなかったんですよね。で、ご飯の予約もしてたから、それまでの時間に帰ってこなくちゃいけなくて、調べたら、うまくいけば一応行けるんですよ。だから、ストーブ列車、ただただ往復して、そこから急遽秋田まで、片道2時間ちょっとかけて、荷物を取りにだけ行って、帰ってきて、二日目終わりでした。もう往復4時間ぐらいかかっちゃった。往復5時間ぐらいかかりましたね。でもそれでも宿のお食事の時間になっちゃって。って。そうか。そう、だから、あの、ハイパーお兄さんの方が余計すごいかっこよかったように見えてきてたんだ。あのお兄さんそこにはいなかった。じゃああのお兄さんがいたらもしかしたら。そう、頼りになるお兄さん見た後だったから。でしたら。もしかしたら、なんとかしてくれたのかもとか思って。できないでしょ、その。秋田に荷物行っちゃうやつは、
すがにできないでしょ、スーパーお兄さんも。配鉄のね、お兄さんが。配鉄。ハイパー接客お兄さんが。それがやりがいなんだ、やりがいなんでしょ。趣味なんだ。いや、もう本当に、もう、でも怒ってもしょうがないし。まあそういう、また思い出がね。申し訳ないって。必ず何かね、スムーズにね、いかないよね、そう。で、ミルクがなかったから、でミルクだけはとにかくないと、でも田舎だから、その、駅前に薬局とかないんですよ、全然。なるほどね。そっか。そう。で、とりあえず、で乗り換えも、うん、全部うまくいかないと、ご飯の時間に、旅館に帰って来られなかったんで、うん、なんとか、そしたら途中の駅で20分空く時間があったんですよ。うん、で、調べたら、うん、駅から10分ぐらいのところに、薬局、ちょっと大きっぽい薬局があるから、うん、そこでミルクって、あの、うん、缶のミルクと哺乳瓶を買いに行けそうだったんです、ギリギリで。ギリギリだね。で、夫が走って行って間に合ったんですよ。うんまあ、とりあえずミルクだけあげられたら、で、おむつは持ってたんで、うん、で、ミルクあげようってなったら、うん、そのうちの子供が嫌いな哺乳瓶だったんですよ。なんか嫌いなやつがあるんですよ、哺乳瓶。で、夫も知ってたんですけど、なんかそれしかなかったみたいで、で、それであげたらもう嫌がって飲まないで大騒ぎして。そうなんだ。そうなんですよ。もう見せるだけで。最初口に入れたんですけど、あ、これ嫌いなやつってなったら、もう見せただけで、ギャーってなって。もうさすがに子供はね、そう。それはもう、あの、なんとか空気読んでくんないもんね。そうなんですよ。なんとかしょうがないよってわけにいかないから。そう。だからもう、ね、ごまかし、鏡見せたり、抱っこしたり、景色見せたりして、なんとか我慢してくれて。秋田ついてすぐミルクあげて大変でした。秋田のその取り行った時はスムーズにできた。それも、うん、そのだけど身分証明するものを持ってないんですよね、こちらが。あの旅行中だったし、特に持ってきたその通帳っていうか、保険証とか持ってなくて、ただ子供がいたんで、一応、あの、母子手帳だけは、その大きい方のリュックに入れてたんですけど、こちら側の身分を証明するものがなくて、で、それ電話で、それがないとダメだって言われたんですよ。ダメって言われても、ってなって、何かあるかなって言ったら、そのワクチン接種の証明書のアプリとか、そういうのいろいろ見せて、なんとか、まあ、許してもらって、でも電話ではダメだって言われたんですよ。多分マニュアル的にはダメ。まあ、本来はね、多分当たり目の駅員さんがなんとかちょっとね、直接電話教えてくれたからよかったけど、そうそうそう、多分直通で話してくれたからなんとかなったんですけど、本来ならその日には取りに行けなかった、多分そうなんですよ。大変でした、それそう思い出したからよかったけどね、まあ、そうですね、その時思い出せなかったらもっと、まあ、もっと ね、あれどこでなくした、ね、とかね、なんかね、しゃってたよね。大変、なんかいろいろ大変でした。そのダンスだけ取りに行くみたいな発想はなかったの、私先に言っとくねみたいな。いや、それも思ったんですけど、うんうん、でもかといってすることもない。まあ、することもないか。いいんですよね。その、要するに5時間かかるんで、5時間一人で、赤ちゃんと二人でいても、ね、こっちだけ先に行ってミルクこっちで、はい、あ、そうですね。買って、うん、みたいなことだってできる。うん、その発想なんかならなかったですね。これなんだかった。なんかそうしようかってもなったんですけど、うん、一瞬なったんですけど、でも一旦このミルク、うん、一応あるから、うん、死ぬってなったら飲むんじゃないかってなって。うん、もう一回で、あともう一回チャンスあったんですよ。もう一回同じぐらいの20分空きのチャンスがあったんで、うん、どうしてもってなったら、うん、もう一回の乗り換えのところで走って買いに行こうってなったんですけど、うん、意外となんか朝ごはんいっぱい食べてたんで、うん、なんか持ってくれて、うん、生き延びたっていう感じでした。いや本当に。それでもやっぱみんなで家族旅行のね、一つとしてみんなで取りに行った方が良かったんじゃない、それはやっぱり。まあ、そうですね。ストーブ列車楽しめたのじゃ。ストーブ列車。だから、うん、ストーブ列車自体は堪能できたんですけど、うん、心は楽しめてないですよね、そのなんか。そうだよね。その間も、だってね、どうしよう、どうしようの時だもんね。ずっともやもや、ああ、どうなるかな、どうしよう、どうしようっていう気持ちで、間に合うかなっていう気持ちでいっぱいです、ね。一応その当たり目と、はい、お酒は行ったわけですか、先に買ってたんで、うんうん、買ったものはいただきました。うん、もうね、どうしようと思いながらも、一応日本酒じゃなくてね、またね。それがやっぱり楽しみだったから、そうなんですよ。お酒もね、飲むからね。ね、うん、いやー、いろいろ大変でしたね。お風呂の排水口が逆流してきたり、ホテルが。いろんなことあった。ご飯屋さんも行ったら全然やってないし。うん、
あそう、はい、注文しても何にもないって言われるし、ホタテしかありませんって言われたな。なんでなんで。なんか多分オフシーズンだからじゃないですかね。あ、もう冬はもうやってないんだ。なんかね、やってないかった、やってない店もすごいたくさんあったし、うん、でもケイちゃんちみたいに冬の青森を楽しみに来てる人たちは、はい、いるはずなんです。だからそういう人たちがやってる少ない店に集中しちゃうから、うん、居酒屋みたいな、なんかご飯屋さんも何件も電話したんですけど、うん、5件は断られましたね。で1回は夫の友達が向こうに住んでるっていうことで、うんうんね、うん、でその人と一緒にご飯食べる予定だったんですけど、うん、その人もめちゃくちゃ電話してくれたらしいんですけど、うん、全部いっぱいって言われたって言って、で結局ホテルのホテル、うん、あのレストランに一回なるってなったんですけど、うん、なんかメニュー見たらなんかファミレスみたいな感じで割と、うん、なんかせっかくハンバーグ定食とか、そう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 、うん、なんかせっかく青森来たのにってなって、うん、もう全部一軒一軒飛び込んで、うん、今日空いてますか今日空いてますかって言ったら一軒だけ空いてるところあって、なんでこんなに店なんか、だから食べさせる気がない。空いてないんだもんね。空いてないんですよ。お寿司屋さんも2軒行って2軒ともやってなくて、ご飯屋さん入ったら本当にホタテしかないし。しかやってないとか、そういうことなのかな。そういうのもあると思います。あるよね、多分ね。でも全部働いてないとか、ね。店に直接行って探してってやったと大変だね。でもなんか、で、1軒、うん、電話したらいっぱいですって言われたんですけど、うん、食べログ見たら丸になってたんですよ。だから、うん、こっちから入れてみようっつって、うんうん、で入れたんです。予約したら、うんうん、すぐ電話かかってきて、うんうん、予約いただいたんですけど、うん、なんか宴会が入ってましてすごくうるさいと思いますって言って、こちらの断り待ちみたいな感じなんですよ。なるほど。だから夫と多分、うん、どこの店も多分入れるんだけ ど、うん、いっぱいいっぱいになりたくない。なるほど。多いんですよね。なるほど。ちょっと忙しい。ちょっと、人も足りてないから、断るようにしてるんだ、うん、人材不足が深刻な。そういうことだね。変なんじゃないかと。それがちょっと見えちゃったよね。そうなんです。やっぱり働いてる人がいないのか。そう。だその、ハイパーお兄さんの時も、列になってた時も、駅員さんがね、一人しかいなかったんですよ、その駅に。駅員さん一回出てきてくれたんですけど、他の業務もしなきゃいけないから、すぐ戻っちゃうんですよ。どこも。人手不足。人手不足だね。が深刻。そりゃそうだね。今の日本。結論。今の日本。今の日本の問題。実情だね。実情。特に地方でそれが、明らかになってきてますね。そうだね。駅前の薬局。高松菜奈みたいにやめてください。高松菜奈じゃないんだから。じゃ急に。そんなの。面白漫才協会員。そうだね。いやー、大変でした、いろいろ。でも、楽しかったです、結果。雪は見れました？でもね、そんなでしたね。そんななの？そんなだって、めちゃくちゃ怯えて、うん、防寒着めちゃくちゃ持ってったんですけど、うんうん、全然いらなかったですね。あ、そう。なんか、うん、ね、はい、雪めっちゃ降ってる。今のシーズン青森って言ったらね、そう思ったんですけど、なんかそれは全然でしたね。まあ日陰のとこだけちょっとこうなんかアイスバーンみたいな感じになって残っちゃってるとこありましたけど、うんうんうん、そんなもん？そんなもんです。全然歩道とかは全然普通のに見えてました。コンクリート。ああ、そう。行ってみないと分かんない。そうなんですよ、ね。それはそれでなんかちょっと物足りないみたいな気持ちも。せっかくね、冬の青森行ったのにっていうのはあるよね。そうなんですよね。お二人が好きなね、多分ドラマの居酒屋新幹線って、うん、あれまたシーズン2始まってるから、あれ、あ、見てる？あの1話見ました。あれいいよ。はい。うん、やっぱり、うん、こう、電車でお酒飲むの好きでしょ。いいですよね。うん、そうです、そうです、そうです。うん、だから結局、だから、秋田の往復もう飲むしかねえっつって。やべ、飲んだ。2人で飲んでました。買って。買って、うん、ずっと飲んでるストーブ列車から、そうです、そうです。もう、それ、もう本当にずっと、もうだから電車に乗って飲むだけの旅でした、その日は。いっちゃいいけどね。いや、いっちゃいいですよ、目的だからね。めちゃくちゃいい。そう、ストーブ列車めちゃくちゃ乗りたいわ。うん、ストーブ列車すごいですよ。いいよね、なんかね、その電車ね、うん、夏は、風鈴みたいにしてて、うん、なんか秋は鈴虫かなんかをやってるみたいで、それが地方鉄道、JR じゃないんですけど、なんか頑張ってるみたいです。そう、みんな、だいたい日本酒持って乗ってんの？販売してくれる中で、うん、あのその添乗員さんっていうかバスガイドさんみたいな感じで案内もしてくれるんですよ、うん、その人が。でそれの前、それに乗るために移動する電車に乗って、うん、その結局秋田行きの電車だったやつも、うんうん、なんか津軽の、うん、なんかおばあちゃんみたいのが途中でちょっとイベントスペースみたいのがあって、うんうん、
あの津軽のなんか昔話みたいなしてくれるんですよ、うん、津軽ではこういう、うん、あの言葉があってみたいな、それの話をする、うん、するべなみたいな感じ で、 でそこで見てもいいし、それがあの前のモニターに映るんで別に自分の席からも見たり聞いたりできるみたいな、そんな、え、電車で、電車の中でです、モニターに、そうすごい、あの1個だけですよ、あの車両の一番前に座ってそれ見ながら、なんかなんか電車が意外と楽しい旅っていうか、うん、確かにね、そのお兄さんみたいな感じで鉄道好きの人がなんか多そうでした、うんうん、なるほど、うん、そうかもね、途中で降りて写真撮ったりとか、一、うんうん、人で来てる男の人すごい多かったです、へー、うん、いいね、うん、そういう排水溝の話も気になるけどね、お風呂の逆流したって、なんか逆流してきて、でも部屋も満室だから空いてませんって言われたりとかして、うん、でも今多分お風呂入ってる人が多いから詰まってるから、まあ、時間ずらして入ってくださいって言われたりとかどんな理由なの、そうなんです、そんなことを、でもこちらにもいろんな事情があるじゃないですか、今入りたいっていう今入りたいと思って寒いから、うん、で入る前だったからよかった、寒いから一回シャワーで温めとこうと思って、そしたらなんか逆流してきたんで、あのフロントに電話したらそう言われて、ああで次の日でもチェックアウトするときに、あの総支配人が謝罪したいって言ってるって言うんですけど、いいですいいですって言って断ったんですよ、であのそのであでここ出るんで、あのタクシー呼んでもらっていいですかって言って待ってる間に、あの旦那が、うん、なんか暇だし、なんか面白いから総支配人にやっぱ謝罪してほしいなって言い始めたんですけど、やっぱりしてもらっていいですかとは言えないじゃないですか、もう。でも夫がずっと、なんかエピソードになりそうだから。そんなやついないだろ。先ほどはお断りしたんですけど、すいません、やっぱりって言って。なんでこっちが謝ってって言わせる。謝罪してもらいたいって言い始めて、いいって、もうやめてよって言って、はい、結局、まあ、顔見てみたいもんね、ちょっと総支配人ですね、ちょっとね、ちょっとわかるわかる、そうそうそう、うん、っていう感じでなんかバタバタして、それも全体的に人手不足かもしれないしね、そうですね、逆流とかもね、はい、結局ね、そうか、青森旅行ね、はい、お疲れ様でした、楽しかったですでも、はい、青森、うん、青森の出身の力士の、うん、あの大野将っていう力士が大野松部屋のいるんですけど、うんうん、この大野将が今8勝1敗で、はい、今お相撲やってるんですけど、1月場所、はい、今トップなんですけど、うんうん、この大野将とまたあの字は違って、うん、大野里って大きいに、うん、ひらがなの野にこの里っていう、うんはい、この力士が、うん、もうとにかく強くて、今若いんでしょ、まだ、まあ、若いんですよ。23歳とかで、学生横綱出身で、アマチュア横綱で2連覇して、鳴り物入りで角界に入ってきて、まだ3場所目か4場所目で、今幕の内の15枚目っつって、まあ要するにこの、一番最高の、あの、クラスに入って、優勝争いで、今この人も8勝1敗。あ、ええ、すごい。で、もう、取り組みも全部見てるんですけど、うん、めちゃくちゃ強くて、でかい、190センチぐらいやって、そんなでかいんですか、大野里、うん、それでもう割と実力派って、実力のある力士が吹っ飛ばされてるの、もうみんな、サンクチュアリでしょ、だから、ああ、そうですね、サンクチュアリの静内みたいな、静内、静内だ、感じで、もうとにかく今今場所が面白くて、でその大野里が、めちゃくちゃ強いんだけど、うん、今ちょっと怪我で一回下に下がっちゃった、あの、白鵬の部屋の、うん、あの、白鵬鵬。白鵬鵬。もともと落合って言って、うんうん、で落合も、うん、その、アマチュアで高校で優勝して入ってきて、うんうん、もうすぐ上がったんだけど、肩の怪我で一回、いや、あの、手術かなんかして、うん、で今下がってるんだけど、うん、その、もう将来その二人の時代に、うんなるんじゃないかって言われてるね、うんうん、白鵬鵬っていう、白鵬鵬と大野里、大野里、うん、でさらに今王鵬っていうね、今言ったあの大竹部屋の、うん、あの元のその大鵬のお孫さんがいて、うんうんうん、あと今琴ノ若っていうね、うんその琴ノ若のお父さんも前の琴ノ若ってめちゃくちゃ強い力士で、あの下半身がしっかりした、下半身がしっかり、その琴ノ若の要するに奥さんのお父さんが、あの先代のあの佐渡ヶ嶽親方って元横綱琴桜っていう、うん、だ琴桜の孫なのよ、琴ノ若が、だ孫がそうで琴ノ若王鵬ってサラブレッドに、うん、この大野里、うん、で白王鵬っていう、うん、
若い超強い力士が増えてきて、で、その大野里とかのことをいろいろ調べたら、大野里が、この、結構、まあ何回かしか負けたことないんだけど、アマチュア時代に。負けたよ、モンゴルの力士がいるわけ。それもモンゴルの名前だからめちゃくちゃ長い、なんとかに負けたっていう話。で、そのモンゴルの力士が、が、あの、この、一番最初に言った大野省と同じ、大野松部屋の、大野勝っつって、最近入ったの。で、そいつが、まためちゃくちゃ強いの、モンゴルで。で、この白鵬鵬っていうのが、今、怪我して幕下に落っこっちゃったでしょ、で、幕下に今唯一一敗したのが、その大野勝なの。で、大野勝もまた、出てきちゃったから、で、その大野勝の兄弟子が、大野さん。ちょっと興奮してるとこ申し訳ないけど、もう無理。もう無理。相関図。途中までは分かった。途中までは分かったけど、ちょっと増えすぎた。大野省はそんなに若くないの？大野省もまあまあ若い。青森出身の。でもやっぱその下の大野里の世代が熱いって話ね。大野里の世代が今めちゃくちゃ熱い。何熱い？大野里、だから、大野里と琴ノ若、王鵬を、白鵬、あと、要するに、大野勝。大野勝。大野勝がモンゴルの方。大野勝がモンゴル。あ、オッケーオッケーオッケー。これ相当面白い。あと1、2年後、めちゃくちゃ、で、そのちょっと上が朝青龍の甥っ子の豊昇龍。ああ、聞いたことある。あと、もう大関だもんね。そう。霧島。新しくなった霧島。これ今、横、綱取り目指してますから。霧馬山から霧島。霧馬山から霧。だから霧島、豊昇龍。ま、その上には照ノ富士もいるんだけど、そこら辺の、この、ちょっと、その前に強かった、ま、大関までになっちゃった力士たちに、この今若い世代がもう、ブワーって出てきたから、とてつもなく面白いですね、今場所。はい。大野、とにかく大野里。青森は大野省。青森大野省からその話をしたかったね。だから、ま、青森ちょっとだけです。そうでしたね。あ、そう、でもその、大野省の大野松部屋に、要するに大野省が、重量ぐらいになった時に僕、あの、密着で何回か番組で行かせていただいて、大野松部屋の力士と、親交があって、その時大野松親方って、元マスラオっていう力士で、白いウルフって言われたんね。千代の富士に体型が似てて、色白でね。で、マスラオさんとも交流があって、で、今回大野省が、ま、その時にずっとまだ強かった大野省が、優勝するかもしれないと、今8勝1敗で。その時に今、大野省今、トップじゃんってなった時に、大野里が今出てきちゃったから、うわっと思ったら、今場所、大野里も大野省も8勝1敗なんだけど、大野里が唯一負けたのが大野省なのよ。大野省にも対戦してるから、これはちょっと面白い展開だなみたいなね、個人的に。その若手5人はみんなもう幕内にいる。幕内は今、大野里、王鵬、琴ノ若です。で、王鵬と琴ノ若はもうさ、各王鵬は一回幕下まで今、幕下。ので、全然あと3場所ぐらいしないとそこまで上がれないんだ。落合か。落合はね。だけど、その、要するに大野里っていうのはね、横綱大関関脇小結前頭ってこうバーって番付があるでしょ、で下の一番下の15枚目だから上位と当たんなかったんだけど、だからまあそこまで勝ってたって言われるんだけど、いよいよ今日からもう大野里もあまりにも強いから上位にあの当たるようになって、今日琴ノ若今関脇ですから琴ノ若大関になるんじゃないかって言われて、その琴ノ若と大野里、これが今日当たりますので、ここでどのぐらい、大野里が、琴ノ若を吹っ飛ばしたりしたらもう、上位にも通用したら、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。なるほど。190センチもあるって、だいぶ大きい方ですよね。大きいよ。ついでさ、稀勢の里のね、部屋になんで入ったかっていうと、稀勢の里の部屋が茨城県の阿見町にあるんですよ。繁華街がないから、もう誘惑に負けないで相撲に集中できるって思って。で、入ったんですか？そこに入ったっつうんだよ。今なんか若い子のアスリート世代はそういう人多いですね。なんかわかんないですけど、大谷翔平とか、遊びたいがない。高松奈々みたいなこと言うなよ。言ってない。全部高松奈々にすんなよ。全然言ってないです。会いたいのかな、高松奈々に。いや、まあ、ちょっと合ってるけどね。いや、大野里が、ね。
すごいよ。でも面白そうって思いました。面白いよ、今場所。本当ですね、うん。とんでもない人が来たからね。うん、でさ、まあ、それはもう話長くなっちゃうけど、面白いのが、その、大野里のね、一個下の日体大の一個下で、学生横綱になった人がいるのね。それが、花田、ヒデトラっていう名前で、原田まさるさんに似てるんだけど、全く関係ないんですよ。ここが一つトリックなんですけど。花田家の血は引いてないの？関係ないんですけど、うん、原田ヒデトラって名前かっこいいじゃん。原田ヒデトラが、小野里に勝ってんだよ。でも、角界入ったらもうめっちゃ強くなるってやったんだけど、今、アメフトに挑戦してます。あれ、はい、それこそ若者じゃん。そう、だから、もう、俺はてっきり、原田まさるの息子。息子だと思って、調べてて、原田秀蔵って誰だみたいな。相撲からアメフトに来たのも一緒なのに。強みたいな。で、アマチュア横綱になってんだよ、原田秀蔵も。むっちゃ強いんだけど、それは。アメフトでいいとこまで行ってんの？アメフト今、いいとってか、なんかその、まあ大学生なんだけど、まだ22歳ぐらいで、その、ちょっとこう、修行、武者修行じゃない、交流して、これから、だから、なんか、もしかしたらまだ相撲もやるかもしれない。なんか新聞とかには二刀流って書いてあったけど、イケメンなの。だからこの花田秀虎さんとかが、なんか角界入りしたらまた、とんでもなく話題になるだろうし、なるほど。すっげえ面白い、なんかやっぱり今、相撲が。なんか、相撲の、確かにかっこいい。花田秀虎。柔道の、中田ウルフさん。これが超強いのよ、相撲が。だけど、子供の頃からアメフトをやりたかった。アメフトやってる。アメフトやってる。そうなの。めっちゃ走るんだ、だから。そうなの。これが大野里に勝ってるからね、あんな強い。だから、すごい時代です。これはだから、まあ、例えたら、もう、クラゲとか、まあ、M&A で言えばクラゲとか。ちょっと入ってこないな。ちょっと入ってこないな。クラゲダイヤモンド。クラゲ世代みたいな。お金時代でしょ。言われてないじゃん、クラゲ世代って。クラゲ。ダイヤモンド。旧ダイヤモンド。クラゲ世代じゃないんですよ。昨日もあったけど、クラゲ本当に花なかったよ。クラゲ。でも朝、ラビット見てたら、明日のラビットは、クラゲが、なんとかのロケツはクラゲ、ラビットのロケツ。すごい。嬉しかったもんな。嬉しいですね。使ってくれてありがとうと思ったもんね。あんな、あんな奴らを。31とか行くんじゃない ?31 とか行くんだろうな。そうそうそう。ああ、いいっすね。31行く。漫才で使ったね、とこ行くかもしれないね。いや、もうぜひね、大相撲も注目してください。ね、初場所です。はい。それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! レイツアラジオショー本日もよろしくお願いいたします。今日は2時台に紅生姜の2人が来てくれます、はい、そして皆さんからのメールも募集します。今日のメールテーマはこちら。こんなと見てください。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。まずはいくら戻るか、ご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。ねえ父ちゃん、この家売ったらチョコビ何個買える？そりゃ一生困らないくらい買えるんじゃねえか。うおー、じゃあ今すぐセンチュリー21行こう。いや、売ったら明日から困るだろう。お家を売りたい皆さん、ご相談はセンチュリー21。
日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。東京外環道の京葉ジャンクション方面に向かう外回りは、三里南インターで大型トラックなど車4台の事故のため4キロ渋滞しています。首都高速道路は三里線の上りが加平を先頭に4キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の国道122号線の上りは、さいたま市緑区埼玉スタジアム交差点と大門交差点の間が事故のため通行止めになっています。神奈川県の国道246号線の上りは、川崎市宮前区宮崎小入口交差点で事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお伝えします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。ラジオビバリーヒルズ、井上紀美子です。翔太さん、水曜ビバリーにお笑い男女コンビ人間横丁登場です。コンビ結成してかれこれ4年、妙な空気で笑わせる注目のコンビです。明日水曜11時半ラジオビバリーヒルズは人間横丁だよ。The Radio Show。 面白部屋。さあ、ナイツザラジオショー。この時間は日替わり企画です。火曜日は月一で特別企画。こちら！ダイヤモンドの沢のクイズ、面白まるまる。はい。火曜月一準レギュラー、ダイヤモンド野沢由志くんです。よろしくお願いします。可愛くなっちゃって。はい。ねえ、企画？丸坊主になってます。ライブで、ライブで。ライブで坊主にして。なんか罰ゲーム？罰ゲームじゃなくて、まあ、一ボケというか。一ボケ今結構みんな一ボケで丸刈りポーズするよね。ブームみたいな。ランジャタイとか。でもなんか評判がいいんで、うん、ちょっと。いや、かわいい。坊主で行こうかなって。なんかすごい似合う。綺麗。なんか本当綺麗。中学生みたいな。中学生みたいなのよくないじゃん、あんまり。いや、かわいいですよね。ね、倉本壮さんとかに、ね、ハマりそう。ああ、そう。いい役者さんになりそう。安らぎの、安らぎの時の、昔の話も出てきそうな。なんかドラマとかありそうだもん。ドラマとかありそう。かわいい。嬉しいですけど。すごいいいですけども。さあ、そんな野沢くんの、うん、はい、近況、あ、なんかハンターハンターの、いや、ハンターハンターのこれ書いてもらってます。ハンターハンターの、うん、ハンターハンター好きなんで YouTube をメインで始めました。ハンターハンター、今、はい、これだけを、ハンターハンター好きのワンピースがね、ね、そうです、考察だけでやるみたいな、ハンターハンター好きの芸人とか呼んで、うん、語る YouTube、あ、俺も呼んで、俺も好きだから、ぜひお願いします。うん、そうなんです、そんな好きなんだね、うん、YouTube に開始するぐらい。はい、じゃあちょっと今日も行きましょうか。はい、こちらは僕が数年前からツイッターでつぶやいてた面白まるまるをクイズ形式で取材する企画です。はい、ということです。例えば、うん、面白坊主、うん、あ、坊主だったら、ね、1年。1年坊主。ああ、なるほどね。みたいなことを、うん、言ってきます。わかりました。行きましょう。それでは第1問。面白を催す。催す？面白を催す。なんとかを催す。催す。尿意？正解です。まあ、催すそれしか。催すそれしか。まあまあ、そんなこと言われたらですけど。別にあれじゃないですか、吐き気とか。いやいやいや、まあ、ごめんごめん。大会とか。まあ、尿意かなと。一発目ちょっと。まあ、一発目ちょっとだったら、そんなすぐ当てられるとは。一発目ずらしていく主義なんだけど。尿意はね。当てちゃった当てちゃった。まあまあ、そういう時もありますよ。まあそうだね。はい。第2問。面白こいて。え？はい？こいて。こいて？こいてって何？何々をこくみたいなことです。下手こいてみたいな。あ、そうです。違います。けど。ああ、こいて。何々こく、何々こいて。こいて。調子こいて。ああ、違いますね。調子こいて。
でもそういうことですね。コクじゃなくてコイテっていうのがあれですね。まあ、コイテの方が使われますかね。豚コイテ、調子コイテ。豚コイテ、調子コイテ。あとなんだ。ここに何かある？いきますか、正解。うん、正解は。いい年いい年こいてああ言うわ言うよな、いい年こいてだわ、いい年こいてっていう、いい年こくより、いい年ね、いい年こいてっていうね、こいてさーみたいな、いい年こく言うね、いい年こいて、いい年こいてでした、でした第3問面白終わり方、面白終わり方、何終わり方、ちょっとこれむずいんですけど、何の終わり方、終わり方をなんかこういう風に言うなみたいな、なんかこういう風に言うな、そのフィンみたいなこと、フィンみたいな、そうですね、ああフィンね、フィンとか、うん、なんか面白おなんかこういうオチというかなんですかね、なんか擬音みたいなことでなんですか、擬音終わり方でちゃんちゃん、正解です、まあちょっとヒント出しすぎましたね、出せちゃったよ、ちゃん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 、それは面白いよね、面白終わり方なんよね、なんなの終わり方の中で面白いよね。第4問、うん、面白重い、重い心のその重い、心の重いですね、重いなんとか重い、団長の、ああ違いますね、黄色重い、違います、ね、スマップの黄色重いだと面白重いですけど、入れる重い、入れる重い、入れる重いみたいな、その、うん、ことっすね、でも本当になんとか重い、黄色思い面白いんですけど、兄弟思い、兄弟思いちゃいますね、なんとか思い、なんとか思い、思い、なんかこんな、うん、なんとかの思いですね、なんかなんとかの思い、うん、団長の思い、団長の思いみたいな、うん、なんかこう言うなっていう、なんとかの思いで、二人転の思い出、二人転の思い出、じくじたるとか、そんな感じですね、なんだろうな、なんだろう、思い出、なんだ、じくじたるとか、うん、確かに、正解は、うん、やっとこさの。ああ、言う。やっとこさ。やっとこさって言うわ。やっとこさって言うね。なんでやっとこさなんだ。やっとこさってなんだ。やっとの思いでいいじゃん、ね。やっとの思いじゃないで。やっとこさ。やっとこさの思いなんだ。確かに。やっとこさの思いでね。まあ、やっとの思いも言うんですけど。やっとの思いでもいいか。やっとこさって言うね。なんでだろう。やっとこさの思いで。ああ、面白い日本語。面白いね。やっとこさ。言うわ。じゃあ、第5問。面白入れる、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 はい、面白、なんとかを入れる、なんとかを入れる、で入れないものなんだ、多すぎるな、そんなの、まあ多すぎますね、なんとかを入れる、なんとか一方を入れる、一方を入れる、違いますよね、なんとかを入れる、これもなんか言うなっていう、どういう時に言う、これはどういう時に言うんだろうな、うん、まあ、うん、逆に入れるなっていう方ですかね。入れるなの方で。なんとかを入れるなっていう。あ、なんとかを入れるなの方ですかね。市場を入れるな。市場を入れる。なんとかを入れる。違いますね。なんとかを入れる？なんとか入れるなよ。まあなんか邪魔するというかね。あ、チャチャ。正解です。チャチャだ。そうだね。チャチャ。チャチャね。チャチャね。確かにチャチャを入れる。そうだね。お茶のことなのか。確かに。何なんだろう、チャチャを入れるって。みたいな感じでした。なるほど。いいね、いい。チャチャ入れる。チャチャを入れる。ありましたね、また今回は。ねえ。じゃあ、野沢くん何かお知らせありますか？はい。まあ、今日なんですけども、うん、今日の20時30分から、無限大の渋谷のドームの方で、まゆりか中谷とちょっと二人でトークライブ。二人で？はい。まあ、これも、なんか本当ハンターハンターとかの語る、どっちも好きなんで。あ、そうなんだ。あと1月27日の19時に野沢輸出の差し大喜利といって、ちょっと一人呼んでいつも大喜利をやってる。なって、今度9番街レトロの中村くんを、うん。無限大？無限大ドームでやらせてもらう。なるほど。本当にもう無限大。はい。どうも私物化してるよね。いや、私物化っていうか、もうなんかそうですね。それやりたいライブやってるだけですからね。本当に。私物化って、私物化っていうのかな。そんなこと、まあいいじゃないですか。普通、そう、みんなそうでしょ。みんなそうだよね。みんなそうなんみんな企画ライブみんなそうだよね。企画ライブみんなそうなんです。はい。ということで、ダイヤモンド野沢クイズ面白丸々でした。野沢ありがとうございました。ありがとうございました。
の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは 0120-10-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる。油物でムカつくようになってきた。胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジンコアアルファ、元気な胃袋が戻ってきますよ。第二類医薬品です。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、横浜は13度、だいぶ暖かくなっています。さて、電車好きのお子さんもたくさんいらっしゃると思いますが、海老名駅のロマンスカーミュージアムで新たにキッズパートナー小学生低学年コースという年間有料会員サービスを始めることになりました。年会費3000円で会員になりますと、いろいろな特典が受けられるというものです。今までは未就学児コースというのはあったんですが、新たに小学生低学年のコースを設けることになりました。小学生ともなると、いろいろ認識できることも増えてきますので、電車基地の見学や、さらには館外でのフィールドワークなど、会員限定の有料プログラムをいろいろ受けられるようになります。また人気のロマンスカーシュミレーターの優先予約券もご利用いただけます。もちろん何度でも無料で入館いただけます。他にも特典がいろいろありますので、詳しくはロマンスカーミュージアムのホームページをご覧ください。申し込みが始まるのは1月27日土曜日の12時からになります。人数に限りがありますので、いいなと思われた方はお早めにホームページで受付してください。以上、横浜のスタジオより久米千代がお届けしました。今日テーマがですね、はい、こんな時はこうした方がいいみたいなね、そういうテーマなんですけど、思いつかないですか。ただ、こんな時にはこうした方がいいよって言ってくる人がいろいろいますが、まあ、めんどくさいなと思っても、なるほどとか答えた方がいいような気はします。なるほど。なるほど。もうそのね、ちゃんとそこ否定しないっていうところですね。そうですね。なる方が人間関係うまくいくかな。なんか言われたら、ね、なるほどね。なるほどって言いましょう。わかりました、はい。ありがとうございます。男出川哲朗還暦祭り in 横浜アリーナ、本当にたくさんの人にお祝いにしてもらってありがとうございました。ステージでみんなで着た T シャツとかパーカーとか、バカリズムがイラストを描いてくれたんだけど、ただいま絶賛発売中です。詳しくは公式ホームページから。
時刻は1時50分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さんお願いします。はい、お伝えします。東北新幹線の東京と仙台の間と上越新幹線の東京と越後湯沢の間、それに北陸新幹線の東京と長野の間のいずれも上下線が停電の影響で今日午前10時頃から運転を見合わせています。東京駅のアナウンスと日本放送藤原貴根記者のレポートです。東北、上越、北陸新幹線は停電の影響により運転を見合わせております。私がいる東京駅八重洲中央口の改札には大きなスーツケースを持った乗客や外国人観光客が100人以上立ち往生し、運転の見合わせを知らせる電光掲示板を見つめたり駅の職員に状況を確認したりしています。また緑の窓口にも切符の変更を希望する多くの新幹線利用客が詰めかけ長蛇の列ができています。足止めされた方々は一様に疲れた表情を浮かべて運転が再開されるのをじっと待っています。 JR 東日本は運転再開まで相当な時間がかかる見込みだとしています。その後の調査で大宮と上野の間の架線が垂れ下がっているのが確認され、これが原因とみられます。次に岸田総理大臣は今日能登半島地震に関する非常災害対策本部会議で中小企業の施設の復旧補助など被災地支援策をまとめた政策の政府の政策パッケージをあさって取りまとめると表明しました。被災者の生活やなりわいの再建に向けては明後日にも政府としての支援パッケージを取りまとめたいと考えています。被災地からの要望に沿った対応がしっかりとなされているか今一度点検をお願いいたします。また被災地では避難所の運営や瓦礫の撤去などでボランティアの役割が重要になるとして活動環境の整備に向けて活動先のマッチングの支援などに取り組むよう関係省庁に指示しました。政策パッケージでは中小企業に1件あたり最大15億円の補助を盛り込む方向です。さらに輪島塗など伝統産業の再建のため災害支援枠を設定し北陸地方への旅行費用の一部補助も打ち出す見通しです。一方、被害があった輪島市の能登空港の応急復旧が進んで民間航空機の受け入れが可能になる見通しとなり、全日空は羽田空港と能登空港の間の運航を今月27日に再開すると発表しました。おしまいに、日銀は今日の金融政策決定会合で短期金利をマイナス 0.1% とし、長期金利を 0% 程度に誘導する大規模な金融緩和策の維持を決めました。長期金利の上限も 1% をめどに据え置きました。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。野崎建築工業は、あなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは、販売、施工、アフターサービスまで、自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢。東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業。はい、メールいただいております。はい、手しゆきさんです。うん、青森の方。Kさん、はるばる青森県まで来てくださりありがとうございました。うん、はい、本島の今の冬の、うん、青森は歴史的な小雪、さ、小雪、なんでしょうかね。まあ、雪は少ないと。まあ、そうですよね。ああ、そうなんだ。で、雪はないと言ってもいいほどの状況です。なかなか、心の底から楽しめたわけではなかったようで、申し訳ない気持ちで聞いておりました。はい、もしよろしかったら、春にまた青森に遊びに来ませんか。春ね、行きたいですけどね。桜の弘前城。いや、新緑の奥入瀬渓流、毛ガニや季節の山菜などなどと見どころ、食べどころ、たくさんですよ、ということです、ね。いや、行ってみたいんですよ。なんか、あの、三内丸山遺跡もすごい良かったんですけど、雪で、埋まっちゃってるところもあったんですよ。そこは雪の中も。そうそうそう。だから、また緑の時に行ったらまたすごい綺麗だろうなと思ったんで、もう一回、こう、ハイシーズンというかね、店もやってる時に行ったらまた違うんじゃないかなとは思ったんですよね。いいね。桜の季節はいいかもね。でもめちゃくちゃ来そうだからな。青森、はい、3時間ぐらいかかるっけ新幹線。そうです、3時間半ぐらいでしたかね。3時間半ぐらい、もう意外とあっという間で、はい。何が美味しかった？お寿司は美味しかったですね。やっぱり、お寿司美味しかった。お魚美味しかったですね。海のリンゴジュース飲んだ。全然飲んでない。シードルは飲みました。全部お酒じゃん。全部酒ばっかりだ。だからもうさ、お
本当さ、あの、はい、その母乳じゃないからさ、はいはい、まあ、あのの飲むんだけどさ、はい、それなんか すごいよねやっぱいいね、だから2人とも飲むからね、2人とも、ね、お酒好きだから、だからその妊娠中、うん、お酒飲まなかったから、うんうん、全然太んなかったんですよ、うんうん、むしろちょっと減ったぐらいで、そうか、普通太るっていうからね、そうなんですよ、うん、子供産んでから8キロ太ってるんですよ、そのお酒復活してからです。普通逆だよね。そうですね、3ヶ月ぐらいで仕事復帰したんでもうちょっと母乳は難しいと思ってもうミルクにして、うん、だそれからの何ヶ月かで8キロ太りましたね。もう飲み始めたらもう食べちゃうんで青森内でもずっと食べてずっと飲んでたからブランクがあるからまたねちょっともう飲み始めたらもう止まんないんで、お酒統括会の時もめちゃくちゃ飲んでたワインめちゃくちゃ飲んでました。めちゃくちゃ飲んでたよ、はい、このラジオショーの忘年会の時もめちゃくちゃ飲みましたし、めちゃくちゃ飲んでたよ、ね、バカバカ飲んでましたいいね、はい、いいですね、すいません、うん、はい、もう一枚、はいはい、ゴードンさんです、うん、はい、友達とベトナムに旅行に行った時、うん、初日にカフェにキャリーバッグを忘れて取りに行ったらなくなっていました。財布やパスポートは別のバッグに入っていたので貴重品にはなかったのですが、初日に服が全部なくなって最悪の空気で旅行がスタートしたことがあります。海外は帰ってこないでしょうね。帰ってこないやっぱあるよね。いやだから秋田もねあってよかったよね。あってよかったですね、まあ、取りに行けてよかった、まだね、本当に。でもその日にやっぱりこういつもと違うとなんかちょっとね、なんだろう、分かんなくなっちゃうんだよね。そうです、それもあるんで、やっぱりいつも違うから初めて、ね、赤ちゃん連れて、ね、まあそうですね、でしょ、多分遠出するっていうのもね、そうそうそう、ベビーカーがある、あったから旦那が、うん、多分何か荷物も何も持ってなかったらさすがに手ぶらはおかしいと思って気づくと思うんですけど、うん、ベビーカーを持ってたんで、うん、多分これそれで気がなんかちょっと落ちちゃったんだと思うんですよね。そういうのもやっぱ慣れてこないと、ね、最初はねちょっとあるんですよ結構、うん、なんか棚とかなくせばいいんだろうな。棚があるじゃん、まあ、いろんなとこに、例えばトイレにもさ、うん、ちょっと棚があるから財布置いちゃったりスマホ置いちゃったりするじゃん。だから棚をなくせばいいんだろうな、うん、全部不便じゃないですか。その棚をなくせばいいんだろうな。いやいや、通音みたいに言われて誰の真似全然わかんないんだけど、そうですね、三つ音になってんのかな置いちゃうからな。置いちゃうから俺も今日、うん、お昼飯を食べた居酒屋さんの、うんうん、あのハンガーにかけてきた上着を忘れてきちゃった、うん、車だったから。そっか、もうあのそんなに寒くないから、うん、ちょっと今日ねもう気づかずにで、うん、こっちに来た時にあれ今日の上着ないのかと思って、うん、あそうだで今、うん、でその店が、うん、何回も行ってランチ食べてるところなのに、うんうんうん、店の名前が分かんない、あ、だ地図で調べても分かんないから、うん、今ケイちゃんに聞いて、うん、だから食べログの、マップからやっと名前を導き出して、うん、何回も言ってるのに店の名前分かんない、店の名前全く分かんない、うん、すげえうまいのよそんで古いカメラ壊れたカメラいくらになるか気になりませんか。カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。もの、わ、取りに行け。
け選ぶ去年フォロビーターおもれの誇りは春を戻らない幸せがあることを幸せがあることを